ちょっとあの会話そうそうそう楽しみいったらお皿出して、はい、まあ落としそうやな。監督どう？あ、大丈夫です。乾燥は来て、これもう水もだいぶいってますよ。これ大丈夫ですか？今から入れるとこだね。いや、これすごい綺麗。ああ、見た、それはやってます、ね、やっとるな。しゃいいならん、なんか綿菓子屋のおっちゃんみたいな。これ前 YouTube で軽視宅見た時ってなんか外にダーって並んでたじゃないですか。あ、それがここ。あ、なるほど。あれね、野外にしたら、はい、もうここ 2,3 年で、はい、もう全滅に近い。だけど次の年の親種がなくなってしまうくらい、はい、暑さ、暑さと、あと寒さと、暑さと寒さと、はい、はい、美味しいんですか？微妙な感じだった。やめましょう、それ。もうね、省いていく、どんどん省いて、省いて、なんかハウスっていうか、最後の水も省いていこうかと。ハウスなくとこの僕で育てないかなっていう。え、新種？しんちゃん、あれ、監督に一本あげて、うん、新種がね、いや、ちょっと四国、何、しんちゃん何出してきた今、ハサミムシじゃない？ハサミムシがね、しんちゃん、ハサミムシ今の、ああ、ありがとうございます。私は茶にしんちゃん、指挟まれればいいのに。すいません、いただきます。クワガタみたいな。いやでもこれはハサミムシ、あ、あ、それはあれだ、噛み切られるわ、しんちゃんが。え、何がです？なんか今日耳沿ってないからね、しんちゃん。え、そうなの？ちょっと撮ってみてよ。ちょっとブルースリーしんちゃんですよ。あ、見せて、それいいね、それいいね。おじゃー、どこ？なんかイラッとするな。ちょっとなんかイラッとする。必要以上に乗ったんだ、しんちゃん。イラッとしたな、なんか。ちょっとイラッとしたな、朝から。今日は、うん、なんか狙ってきた。狙ってきたってどういうこと？もらって帰れる。ブラックリーム、なんか、うん、あ、調子が悪いというか、あの遺伝があんまりしないというか、今雷光おるんですけど、なかなか次にリムが乗らないっていうのがあって。じゃあそれヒント教えようか。ブラックとかけな。ブラックっていうと、ブラックタイガーと、まあ、ブラック、メダカと。そうしたらリムが乗るから。オロチってことです？オロチでもいいし、ブラック系でも、あの、五色もそうだから。五色、あれ、なんとなんと何、歯が痛いな。じっくり考えて。五色は、雷光かな、雷光か、親子みたいな、アルクリカンを、とブラックを掛け合わせて出たのが五色。まあ、ちょっと、今日かぶってますね。かぶらなくね。あ、これ本物っす。これ、すいません、偽物です。死んじゃうそれ、ブルースリーみたいな。おぉ、もうちょい黄色だったら。ケークルーズでしょ。全部。ブルースリーみたいな色してる。もうちょっと黄色だった。あ、なんかほら、リーエだし。ブルースリーだ。スノー。おぉ。死んじゃう、ほんとブルースリーっぽい。マスク取ってみて、ブルースリー。おぉ、おぉ、わぁ。なんかイラッとするね、今日。私はね、なんかこっちやってる。これ確か忙しいぞ、今日二人で。確かね、これどうしたの？タグがない。これね、確か本物の。マジですか？確か本物っておかしいですよ。昔、バイク乗ってる時に、あの友達からもらったんですよ、MA1 ジャケットの。それってあのトップガン、トップガンのやつです。トップガンって聞こえた。トップガン、いや、あれですか、あのマーベリックでしたっけ、新しいやつ。はい、見たんですか？見てないです。ちょっとだけしか見てないです。あの飛行機乗ってる時にね。今年ちょっと東京の方で大会があって、それで大会？大会。ああ。品評会があって。ああ。で、その時にマーベリックと見ないけど。メダカなんかもうどうでもよくなっとったって。なんか自分でもよくわかんないですよね。でもだるまは好きですね。だるまと、あと変わった系が、うん、いいな。変わった系。あのやっぱあのほら、うん、
特産のアルデバランとか、うん、幻想とかあれもうドストライクでしたね、うん、あはい、うん、もう江川のあのストレートみたいなこう伸びギュッてこう伸びて幻想は誰かが作られたやつですね、うん、俺が幻想と横の奥にそう側面こうですね、うん、そうなんですね、あれはちょっとね結構もうできとるでしょ、あれはあの幻想は結構ね、うん、アルデバランはやっぱこうちょっと若干まだばらけますけど、うん、やっぱすごいのがやっぱ出ますよね、アルデバラン大物が出るでしょ、出る出る続きます